船にと呼ばれてまして、大きな船には必ず移動手段として乗せられています。そしてその千代田からですね、次にご紹介する船がかなり特殊な船です。奥の方に止まっているのでしっかり見てください。頭の番号が91番です。右側に岸壁があるんですが、岸壁がすぐそばでプツンと途切れます。その後ろ側に止まった船、上が白、下がグレーです。2色の船見つかりますか？あの船も世界的に珍しい、海上自衛隊で1隻しか存在しない特別な任務を行う特務艇橋立てという船です。海外からお選び方、大統領クラスなどが来られた際、迎賓館として使うんです。おもてなしをする船、そして災害時にはドクターシップとして活動をするんです。ドクターシップに変更された際、船体に赤いペンキで赤十字のプラスのマークを書いて出航をするそうなんですね。なのでこの船だけ色が特別2色なんです。どこの国が見ても白文字に赤いプラスの文字が入っていると、あ、病院船だなと通じますよね。そのために 2色で並べてます。柱です。そして右手前方には大きな船、番号152番の護衛艦山切。こちらが護衛艦です。日本を守る船なので、よく見ると番号の右上に大砲がついているのを確認できますか？形はおまんじゅうのような形しているんです。いろんな形があるんですが、あのタイプですと1分間におよそ60発弾を飛ばすことができます。今ズドンと撃った場合、ここから16キロ先まで飛んできます。横須賀からですとだいたい江ノ島あたりも飛んでいきますし、ご紹介した千葉県もすぐ近くなので飛んでいってしまいますね。そして152番の岸壁を挟んだすぐ左横に101番という船が間もなく見えます。こちらは護衛艦の村雨、乗組員の方がかなり甲板に出てまして、よく見ると背の高い鉄塔のつけてレーダーぐるんぐるん回しているので、もしかしたら出航するかもしれませんね。こちらも護衛艦。そしてそこから次の船が、今日の軍港巡りの中では2番目に珍しい船、艦番号119番を探してください。この船今一番新しい護衛艦です。119番
がグレーなんですね。実はあれ、ペンキが剥がれて地が見えている状態なんです。出航する際はあの場所真っ赤なペンキを塗っていくんです。ですが知らせは帰ってくると毎年このようにボロボロ傷だらけ、塗装が剥がれて帰ってくる。どうしてか。南極に向かった知らせは氷と出会った際に氷に体当たりをして氷を割りながら進んでいくんです。這い上がりするのであれだけ汚れてボロボロになって帰ってきてしまうんですね。 1.5 メートルの分厚い氷からは連続で割ることができる。それ以上の氷に出くわさせた際知らせはどうするか。ラミングという恋を始めます。ラミング、勢いよく前進するんです。そういった大きな力で氷を割りながら進んでいく。あと2週間くらいすると修理工場入りますから横須賀でも見れなくなります。ではそういったお話もしながら気づくともうぐるっと一周帰ってきてるんです。今日はものすごく船が多いです。日米合わせ20隻ほど。また私もどれもこれも外せない船ばかりで一生懸命早口でご案内をしてきました。ですがこれほど見るともうどんな船見たかも忘れてしまった方もいらっしゃると思いますね。ですがこの辺りであの色のお話も思い出していただくと、少し右後ろの自衛隊の船、左側のアメリカのイギリス艦、イギリス海岸の船比べていただくと色は多少違うと思いますよ。今日はいろんな種類の船が横須賀本港に入ってきていたり帰ってきていたりもしましたが、お気に入りの一隻何か見つけることはできましたでしょうか。今日は有名どころたくさん待ってますね。今日は有名どころ、上司は失礼しました、ロナルド・レーガンやしらせやイージス艦、潜水艦、イギリス海軍の船で結構と有名どころをたくさん帰ってきていたんですが、一番迫力があったのはもしかしたらロナルド・レーガンになるかもしれません。あれだけ大きな船、